琴ノ葉葵大先生のコミケ新刊読みたいな。眼科炎を探そう。ふう、やっぱ響先輩最高だぜ。待って、あかりさん何やっとんねん。え、葵大先生の天神本を読む最中だけど。そりゃ知っとるわ。うちが聞きたいのはなぜ海賊版を読んでんねん。だって台湾では売ってないし、私日本語も読めないし、眼科組に頼るしかないじゃない。けどな。というわけで今回は台湾人が海賊版を愛用する理由について話そう。あ、さっきは演技か。めっちゃビビったわ。ざっくり言うと、アニメ、小説、漫画、様々な創作は全て情報の類、海賊版は違法性がある情報というもの。1999年、UC バークレーの情報学専門家マイケル・ K ・バックランドが情報の入手難易度と流通性が以下6つの要因に左右されると定義し、後に海賊版の研究もよくこの理論を引用する。日本語で OK。 大丈夫、全部ボロボロ日本語に翻訳するから。まず1番目は、信用できる情報源がどこにあるか、どうやって探せばいいのかの問題。1999年当時は難しいけれど、今では何か知りたいならば大体ググればええんちゃう。本当にそうならばグルクスというネットスラングは生まれなかったでしょう。そして2番目は、情報入手に制限を設けてるかどうか。一定の時間内に特定の場所で特別な資格を持つ人しか見られなかった情報とか、レベル4以上の職員1名による許可が必要みたいなことやろ。どこかの財団かな。3番目は、情報入手のためにかかる費用とかは厳しいかどうか。4番目は、情報提供のためにかかる費用とかは厳しいかどうか。この2点は理解しやすい方かな。費用利益分析ってことやな。5番目は、情報を読み取れる能力があるかどうか。たとえどんな重要な情報を手に入れるとしても、習わない言語で書かれたら情報の重要性を認識できないでしょう。最後の6番目は、情報を受け取れるかどうか。固有観念や他の原因でどうしても情報を信じがたい場合がある、捏造の前科があるテレビ局に不信感を持つとか。この6つの要因は海賊版とどう関わるんや。情報の正規入手経路にどれか一つに問題が生じれば、情報入手の難易度が増加し、情報の流通性が悪くなる。それなのにどうしてもこの情報が欲しいなら、非正規経路に頼り、いわゆる海賊版に手を出してしまうのよ。ほう、じゃ台湾人が海賊版を愛用する原因はどれや。いずれにも該当するよ。え、これからは論文、ニュース、掲示板、ブログなどの分析から考察は厳密かどうかを置いといて、とりあえず全ての10個の説を可能性として整理してしまい、この6つの要因のどちらに当てはまるかを見てみたい。はーい。まずは市場規模に関するいくつの説がある。この部門の論点の中心は、中国語の市場を中国が牛耳って、外国の商品が中国語市場に売り出したい場合、自然に中国の基準に従う現象。一番大きな市場を握れば勝ちって感じやな。説1、反対地盤の利益見込みが低いから。台湾の反対地中国語と中国の反対地中国語は文字の違うだけじゃない、日常用語もだいぶ違う。反対地盤を出そうとすると翻訳費用がかかる。しかし両方の市場規模の差は一目瞭然。だから反対地盤を出したくない。この要因は4番やな。情報提供者に対して反対地の負担が大きい。いや、でも反対地を読みたいなら読めるんやんけ。それは説に、反対地を読めないから。実はそういう台湾人結構いるぞ。そういう人あるかいな。これは5番や。読まへんから情報を識別できへん。その通り。続いて説3、反対地が嫌いから。読めるけど読みたくないと思う台湾人も少なくないね。情報を容認できないから6番やんけ。ついまちゃん頭冴えてるね。続いて説4、検閲が嫌いから。中国語市場の正規版は簡体字版だけの場合、自由世界に住む中国語使用者も独裁政治による検閲済みの情報を利用しなければならない可能性がある。これも情報を容認できない、6番やな。ピンポンピンポン。次は市場規模に関する最後の説。説5、中国で売られない作品は中国語版が出ないから。例えば中国人を敵とするアニメ、中国批判のドキュメンタリーとか、中国語市場を丸ごと捨てる可能性が十分ある。これは5番やな。中国語正規版がない上、外国語がわからない人は眼科組の作品を利用するしかあらへんやろ。正解。さて次は金を出す気持ちに関する説。説6、台湾人にとって高いから。商品の価格を地域の購買力に応じてうまく調整できない、正規版の価格が消費者にとって高いと感じる場合、消費者は海賊版に流れる。これは簡単、3番やろ。利用者の代価が重すぎる。しかし2018年、マイクロソフトがインド、インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ、ベトナム9つの国の海賊版事情を調査。結果はご覧の通り。台湾、シンガポールの購買力はフィリピンより高いじゃないやんけ。それに購買力が高い韓国が 100% って。それは他の要因があると示唆するね。例えばどうしても金を出せたくない民族性とか。説7、台湾人は主戦土だから。人によるやろ。台湾総督府民政長官だった後藤新平は、台湾人の民族性が金を好む、死を恐れる、メンツにこだわるといったことがあると伝える。
この話の出所自体は不明だし、捏造の可能性は高いが、当たりすぎて今でも言われたりする。すなわち、高いから買わないじゃない、できればどうしても買いたくないとなる。これ1番から5番は超から、6番やな。そうね、お金を一番大事にする民族性なら、節約のために海賊版を利用することは社会的に容認されやすい。教育に影響される可能性は？そもそも、民族性は家庭教育と学校教育によって伝わるもの。海賊版に対し容認性が高いことは、確かに教育の問題とも言えるね。次は節8。台湾人は IT に強いから。台湾のパソコン保有率はインターネット普及率とともに高い。だから、台湾人は海賊版を探す技術と知識があるっていう。情報の確認方法と入手方法に詳しいとか、ようやく1番と2番の要因が出てくるんやな。しかし、そうするとパソコン保有率とインターネット普及率が高い国みんな海賊版愛好国になるやんけ。そうやね、影響があるかもしれない。でも、主因ではない感じが強い。そして、パソコン保有率とインターネット普及率が高い反面、学校が当たり前のように全ての家庭にパソコンがある前提で宿題を出して、貧困家庭に生まれる子供がクラスメイトに遅れを取らないように海賊版ソフトウェアの利用は必要の悪になる。そこで節9。貧困層にパソコン環境整備の補助が少ないから。正規版を買う余裕がない、宿題のためにやむを得ない。3番と6番が近いやな。最後は節10。法律の不備だから。最後に法律が出てくるなんてちょっと意外やな。ここの法律問題は法的規制が強すぎて正規版が台湾に入らないという意味。何らかの理由で海賊版を摘発できないか、逮捕するも実刑が軽いとか、そんな刑罰の問題ではない。法的規制が強いの影響は全ての要因に当てはまる気がするが、それにしてもなぜ刑罰が入れないや。ウプ主も最初は刑罰が重要だと思い込んだんけど、論文を読めば読むほど刑罰は海賊版に抑止力があるかどうかは、死刑制度は殺人に抑止力があるかどうかと同じ泥沼の論争になると気づいた。だからあえて10個の説から除外した。まともな理由があって安心した。てっきり10個はちょうどいいから説を増やせたくないかと。さあ、台湾の海賊版文化シリーズ、ここで一旦終了。次回は何を話すんや。焼きそばパン。海賊版から焼きそばパン、飛躍しすぎやんか。次回は、焼きそばパンはなぜ最も台湾人をがっかりさせる日本食になるのかを話したい。 それじゃ、またね。